どうもクリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。今回はまったり探索になると思います。もっと安全にしねえとな。すごいですね。これゾンビが食べちゃったんでしょうか。こっから入れたりもできるのか。あ、入れましたね。おお、いるね。声が聞こえたよ。ちょっと2階に上がってみようか。これゲーム音ちょっと上げようか。あ、そうだ、なんか、コメントで、字幕を出してほしいということだったので、これか。はい、これで字幕がオンになりました。すべての巣を一掃する、5つあるみたいですね。じゃあすべて燃やしましょう。お、斧あるけど持ってるんだよね。ちょっとタイプが違うかな。これ多分こっちの方が強いかもしれないですね。うん、これはこの隙間から抜けるとかないのか。もう斧だけですね、あったのは。さあどれぐらい、時間がかかるのかな。5つ一掃するの。結構ね、前回バイクで走った感じだと結構広そうですよね、ここ。違う、こいつ後ろから行けそうだね。あ、あった。多分あそこそうでしょう。あいつはほっとこう。巣が近いな。匂いでわかる。巣があったぞ。ちょっと待って。あれ？どうやって出すんだっけ？これか。そうで、これやるとね、出てくるんですよね、いっぱい。ああ！いつの間に。2匹もいたんだ。あ、やばい、こっち来るな、1匹。こっちからも来そうな気がするんだけど、大丈夫か。おお、なんだよ、突然。OK、 金になる。こいつもやっちゃおう。よし、これね、あと1匹。あ、なんか登ろうとしたね。あんなとこ登れるんだ。登ろうとしてるけど、なんか登れない。こっちに呼ぼうか。
あれ消えた。ああ、いるいる。あ、ダメだね、もう。あいつ夢中になってるよ、もう登ることに。なんかあるかな。ハンマーか。ん？なんだこれ。使えるな。おっと。よし。あそこのやつまだまだ登ってるね。おっと、目悪いんですねこいつら。結構今近かったと思うんだけど。よし、いける。トランク見てみようか。いっぱい。入れますね。このうちには巣はなさそうだけど、ちょっと探索をしたいと思います。2階に行きましょうか。おお、死んでる。鍵がかかってる。開かないな。こう下ろしてあげたいんだけどね、そういうのは特にないんだ。そこを狙ってもダメなのかな。あ、ごめん。チキちゃん、やっとだ。何がやっとなの？外から、行けるわけじゃないんだな。違う違う。あ、違う。ピッキングとかないんですかね。ピッキングとかできたらいいんだけど。あー、そこ座りますね。おっとっと。なんかすごい鳴き声がいっぱい聞こえるんだけど。え、え、なんか近いな。あ、こっちか。こっちからすごい。うわー、すごい。うわー、すごいな。これズーム、これか。違う。え？どうやってズームするのこれ。L3 って書いてあるけど。あ、これか。あ、違う。あー、押すのか。わー、すごい。これマーク、マーカーってどれぐらいの数に対してできるんだろうね。わー、すごいな、これ。いやー、絶対ちょっと戦いたくない。絶対ちょっとって、日本語がおかしい。ああ、やばい。どこ行くんだ、あいつは。どこだ、クソ。この近くにあるな。あそこにも。やばい。ああ、今危なかったね。あ、ちょっと待って。
あ、全然違うとこ。丸。よし。よし、ちょっと作るか。クラフト、材料がない。ちょ、早く燃やさないとな、これ。から投げ込んでもいいんだよね、窓からね。あー、バレた。回復で、これ直せるんですよね。これで修理。よし、どうやってしゃがむんだっけ。丸か。あれ、あ、燃えたか。なんか食ってる。仲間を食ってるんじゃない、これ。仲間を食ってる。共食い。ああ、すぐ近くにいた。やばいやばい、気づいてない。オッケーオッケー。さあ、この中は何があるかな。灰がね、巣を燃やすことによって灰が手に入る。で、それも拾っていきたいと思います。ここら辺はもう建物はないな。おっと、いますね。そっち向いとけよ。ああ、こっち来る。もう一匹、奥のやつ。あそこにもいる。ああ、ありますね、ここにも巣が。次はこの近くにあるな。こっから投げ込んじゃいましょうか。いけるでしょう。あ、違う、こっち。で、ついでに、あれ？なんか燃えてる感じがないな。作っちゃおう。あ、ん？あ、燃えたね。あ、よかったよかった。あ、出てきた。なんでまっすぐこっちへ来る。あ、止まった。でも来るね。
あ、食っちゃうんだ。おっと、あ、出てきた。また出てきた。どんだけ出てくんだよ。戻った。そっち行くんか。こいつやっつけちゃおう。まずい。さあ何かあるかな。トイレ、トイレでかいな。おお、なんかすげえ三角がいっぱい。これよりは斧の方がいいでしょう。お、ナイス。あと二つですね。どんどんねバイクが離れていくからどうしようかな。バイク乗っちゃうとな、バレちゃうからな、音で。もうこのまま歩いていこうか。で全部一掃してから、バイクを取りに行こうかな。なんか巨大な、これはホームセンターかなんかですかね。ああ、そういえばバイクでここジャンプしたな。これパンケーキもしかして。すごいな、ここにあるっぽいな。なんかすごい汚れてる。せえな、近いぞ。あったあったあった。またすぐあった。燃やすぞ。出てきた。どうしようかな。ついでに燃やしちゃおうか、あいつら。でもなかなかね死なないんですよね、燃やしても。あ、死んだね。でも2匹ね。あ、外した。喉が喉痛めそうな泣き方ですよね。これやれるでしょ。これチェーンできないのかね。あー、ダメだった。バレずに次いけるかなと思ったけど。
ダメだったな。何このレバーは。これはレバーじゃないのか別に。あ、まだ。よし。さあ、あと一箇所ですね。ガソリンスタンドだから、ついでにね、燃料とかも欲しいですね。僕知らなかったんですけど、ファーストトラベルとかね、できるんですけど、あるね、ここに。よし。なんかね、ちゃんと、ファーストトラベルしてもね、バイクに入ってたガソリンがね、その分減るんですよ。細かいですよね。すごいね、細かくてリアルでいいと思うんですけどね。大変ですよね。ちゃんといろんなことをね、気にしながらプレイしていかないといけないので。ここにはないね、巣。でも大体ね、外観から、分かりますね、巣があるときは。なんかこう泥っぽいのがね、壁にくっついてたりして、ああいう風に分かりやすいんですよね。教会か。教会どうなんだろうか。あと一箇所なんですけど、っていうかすごい静かだね。ゾンビもいる気配がないんだけど、この中に大量にいるとかないよね。うん、大丈夫そうだね。最後の一箇所どこだろうな。鍵かかってる。ん、テントがありますね、この上に。巣の匂いだ、この近くにあるな。巣がある。どこだろう、こっちか。ちょ、用意しとこうか。あ、ここだね。あったあった。ちょ、隠れる場所を先に。てか、あそこにね、ドラム缶があるから、これ利用してもいいかもしれない。ただ、間に合うかな、向こうまで。すぐ出てくるんですよね。こっち行こう。上にテントあったから、どっかにはしごがないか。お、クリア。ナイス。終わった。これでフリーカーが減るはずだな。いや石を投げて、あそこに。行ってくれないかな。っていうか、全然いなかった。どこにいるんだ。なんだ今の。よくわからないな。
なんかコレクションみたいですね。よし、スクラップだ。赤の三角は何だろう。そして、この2階はどうやって行くんだろう。2階っていうか屋上。どっかから行けるはずなんですけどね。テントがあるぐらいだから。あれどこだ。あ、これか。赤の三角、爆発物っていうこと。はい、まあ、とりあえずですね、巣を全部燃やしたので、これでゆっくり探索できるかなと思います。なので、一旦ねここで終わりにして、収録外で探索してみようかなと思います。とりあえずバイク取りに行かないと。はい、それではお疲れ様でした。よかったら見てください。バイバイ。